で、今度は地下水汚染の方ですけど、地下水汚染はどうなんだ。で、地下水もですね、汚染の広がりっていうのはあまり大きくありません。これは我が国で最も私が知ってる限りですけど、他にも私が知らないのがあるのかもしれませんけども、一番大きな事例で、こっちが琵琶湖です。琵琶湖の湖岸ですけども、縦方向に汚染の距離が11キロというのが一番大きな汚染です。それともう一つ注目していただきたいのは、非常に細長い汚染が広がりやすいというところは、地下に流れがあるところです。まあ、昔のここの場合は昔の川です。川の流路が変わって、ここが残されてしまった。で、そこに汚染が起こるとさっと流れます。それから、他でも多いのは、大きな川の川岸、まあ、いわゆる伏流水っていう感じで、川の水が潜り込んで、地下水として流れているところ。これは流れが速い、大きくということで、そういうところは比較的大きくなります。でも、そんなにべらぼうに大きくなるわけじゃない。で、これが、これも昔のデータ、いろんなところをお手伝いした時のデータを整理した結果ですけれども、大体こんな具合になります。一番大きな方で、100メートル以内だとか、ゼロっていうのはこれはその1本の井戸しか汚染が見つからない。厳密に言うとゼロじゃないんですけど、汚染が見つかった井戸の間を調べてみるとどうか、どのぐらいの広がりを持ってるかっていうことです。で、VOC の方が水に溶けやすくて流れやすいということもあって、汚染が広がりやすくなります。重金属の場合は先ほど言いました土壌に吸着しやすいので、若干流れが途中で流れていっても途中で止まってしまうということがあります。で、重金属も六価クロム、先ほど一番最初に土壌汚染が問題になった物質ですけども、これは水に溶けやすい物質です。これは長くありまして1キロぐらいというのはありますけど、大体こんな状況で汚染物質によって横への動き方も違ってくるということになります。